ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。ここの水を使って流しそうめんした。はい、ということで本日の動画なんですけれども、よしきさん、目の前こちら何だと思います？これ、うん、栄養ドリンクとガチのあれこちらなんと TKD が大学4年生の時に一人でやった企画を今回よしきにやっていただきます。イエーイって俺全然聞かされてないから、これを使って今どうするのかっていうのは分かってない状態なんだ。分かってない、想像もできない。いや多分飲むのかなみたいな。そりゃそうだろなんだろうこれ。これを飲んで足が速くなるか。でもそんなもんですそんなもんです、はいはい、はい、ということで皆さん、はい、多分、ね、試合前、大事なトライアル前、栄養ドリンク、エナジードリンク系多分飲まれると思うんですけれども、こちら何飲んでますかといったところで、今回こちらのラインナップ揃えさせていただきました。紹介は後でするんですけれども、よしきさんは何を飲んでましたか？はい、僕ここですね。うん、絶対嘘だろなんでこれラインナップに入れたの？とよしきんちにあったんだよ。あの前俺自慢されて、これ柴田がさ次おすすめしてて買ったんだよねのウイスキーなんだよね。結構なくなってるしまあみんなさ試合前飲むってことは、それはあれだよね、パフォーマンスが上がると思うから飲むんだもんね。確かにそれをどれが一番効果があるのかっていうのを知っとけば、めちゃめちゃ有能な動画になるってことか。はい、可能性が 0.01% あります。これやめていいよウイスキーとか適当なこと言ってたんでもう一回聞くんですけれども、よしきさん何飲んでました？リポデイクはレッドブルは現役の時飲んでたんですけど、うん、まあ、最近社会人陸上復帰して、これガチで速攻性あるということは、今回よしきさんが多分タイムが良くなるであろうドリンクはモンスターってことですか？パフォーマンス上がるというか、ふわー来たーみたいなシャキッと感、これねマジで一番やばいと思う。よしきさんが今回タイムが上がるであろうのはモンスター。モンスターだと思う。なるほどね。僕はどれも変わんないと思うダッシュで行こうぜ。流し動きどう？いやそんな別に気にならないよ。朝はさ18キロ走ってるから、うん、ちょっと重い。大丈夫プラシーボよしきとしては楽しみよ。期待します。すぐ飲んでさすぐ走ったらなんか意味ないから、ある程度時間を置こうよ。ちゃんと効果得られる。起きたいの？起きたい起きたい。ああ、いいや。一律15分ぐらい起きますか？なんかネットで調べて、うん、栄養ドリンクが効果が出る時間みたいな、うん、そんなの載ってんの？多分ね20分とかだった気がする、うん、本当に多分20分とかだった気がする、うんうん、適当なこと言うなよお前エントリーナンバー1番プシュオルノイシー。効果知りたい？知りたい知りたい。はい、仕方ねえな。上戸彩が CM をしてました効果じゃない。効果は調べなくて も CM 見りゃ分かる。元気はつらつになる。そうです、上戸彩です。お前上戸彩好きだろ？上戸彩好き、うん、俺も好きなんだよ。あの発作であの言うと思っちゃったよ言うと思ったんだよ。言わないように心がけてたんだけど。じゃあ飲んでいきます、はい、いただきます、うん、美味しい。飲んだことない人いないでしょ。オルダミン C は飲んでるでしょ。炭酸ダメなんだ。あ、苦手なんだ。いつもコアラ飲んでんだろはい、オッケー。ダッシュで行こうぜ。皆さん、カメラとストップウォッチの音がずれてるけど、これ気にしないでください。タイムは間違いなく合ってます。ちゃんとパワーポジション作って。はーい、しっかり乗せて、しっかり乗せて。お疲れ様でした。早速タイム発表していきます、はい、オルダミン C 6秒72。あ、もうちょい早いかなとマジかとりあえずこれが基準になるんじゃないですか。そうだね、 Today の皆さん、これ彼は今フルマラソンチャレンジ中ですエントリーナンバー2番リボでー。これは間違いないでしょ。味も大好きです。あ、好きなんや、はい、ちょっと薬の味しない？それがね好きなんだ。あ、そうなんだ。初めて飲んだのが幼稚園児とかだった。いや、お前いかつくね。幼稚園児がさ飲んで喜ぶのってヤクルトかなんだよお前。何リポデで喜んでんのお前の親がおかしい。ちょっとお前の親今から入ってくるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでそこかよ。ちょちょ不安で言っちゃった。さあ飲んでください。ファイトー、バー感がないよね俺たちにはね。一発ぐらいは俺に言わしてよ。一発言いたかったの？やりたかった。もう一回やって欲しがりだったやりたかった。ファイトー、一発。この薬感が美味しいですね。さあレポデーで2本目ですね。お、はい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 、はい、お疲れ様です。レポデーのタイム出たんじゃん。6秒54。0.2 秒アップさせてきた。早いよね。早いです。スポーツセンサーだと10点なのに。10点です。嬉しい嬉しい。よっしゃ、動きもねレポテレポテレポテって感じだった。適当すぎるカフェインの効果はなんとなく感じれたんで、速攻性ではないから。なるほどね。一回ピンタしていい
エントリーナンバー3番レッドブルー。翼が生えるやつか。生やせそう。これ生えたら試しがない。でもさ、やってるとレッドブルー一番多いかなっていうイメージはありますね。確かにね、早速飲んでいきます。はい、いただきます。皆さんもね、ぜひ何飲んでるかコメント欄共有してください。イエス。はい、なんつった今。一軒行っちゃおう。これお前無理だよ。お前いつも行くって言ってね、行けないから。一軒行って、アルファベット全部言います。はい。ほらね、まだ息吸ってないから。せーの、 A B C D E F ジム。ジム。ダッシュで行こうぜ。翼生えた？あ、違う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 、完全にリオレースいるやん。手が翼のまんまなんだよな。いいぞ、いけ。どう、感触は？タイム6秒。51。あれちょっと上がった。あれこれなんかいい感じ上がってる。上がってる今。これ翼が生えたってことでいいんじゃない、うん、現在1レッドブル。現在1レッドブル。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、次行きましょう。はい、ダッシュで行こうぜ。エントリーナンバー4番モンスター。うわ、また炭酸だ。また一気。で、次山手線です。山手線。はい、行きます。はい、どうせ飲めないんだから。よし、来た。いや、出た。底辺の顔してる。はい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 、いきます。うん、池袋、目白、はい、高田の馬場、うん、高田。うっ。あ、さあ、しっかりセットポジション作って。完全に日が沈んできました。どう感覚は？感覚はね、2番目に良かったな。おー、ちょっとね、疲れてきた。まあ、ちゃんと出力出してるんだもんね。タイム。はい、6秒。はい、4勝。マジで？え、すごいね。ガチ？ガチか、うん、多分ね、うん、動きがどんどん良くなってるっていうのは、ヨシキの技術もあるけど、うん、温まってきて。あ、なんでもない、なんでもない。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。